はい、えー、皆さん、こんばんは。ホワイトベース関内放送でございます、はい。やっと髪を切ることができました。はいえー、長らくですね、えー、ひどい頭だったんですけども、はい、やっと切れたわ。いやー、よかった。はい、えっ、ー、とですね、えー、先日からですね、えー、ちょっと POSTX の方で,の方で,です、ね、アンケートをやってるんですけど、なかなか面白くてですね、えー、最初に書いたのが、えー、まずバイクで遠くにツーリングに行った帰り。 はい、えー、日が暮れてめっちゃ寒くなってきたでも帰りに帰り道まだ1 0 0キロあったら皆さんどうしますかと、えー、もう寒くて歯が髪の毛がなくなっちゃうぐらいのレベルですねはいで僕があの出した選択肢、えー、服を買う泊まる気合で我慢、えー、体温を保つ奥義を体得しているまあ何かその体温を上げる方法を持っているというですね、えー、4択だったんですけども、えー、気合で我慢があって がですね、一番多いですね次が止まる気合い出が漫画35.7%、えー、止まる方が33.3%服を買う方が21.8%、えー、奥義を体得している方が9.2%このね体温を保つ奥義を体得しているっていうのは僕あの冗談でも何でもなく書いたんですよ <laughs> あの何かの方法を持っている人っているんですよ例えば、まあうん、あの少しこう、ね、体を動かすとかあの中にもあったんですけども あのなんかこうホットショウガードリンクみたいなやつを飲むとかねまあ例えばそういう辛い食べ物を食べるとかなんかいろんな方法があると思うんですけどもまあそういったしのぐ方法があるという場合もあるんじゃないかなと思って選択肢に入れておきましたはいまあ <coughs> すいませんまあ北斗神経のなんとか呼吸法とかもあるかもしれないんですけど、はい、そういう人はまれですでこの服を買う選択肢もね例えばここから道志村に行ったとするじゃないですか 道の駅に T シャツぐらいはあるんだけど、まあそんなもんですね。で、道らってあのコンビニが1軒もないので、結局街に出るまではないんですね。で、まあそこまで100キロはないんだけど、結局そういう場所もあるので、まあ服をいきなり買うっていうのは、うん、あんまりできないのかもしれないですね。で、えー、泊まる、宿泊ですね。これはね、あの、明日仕事じゃない場合はできる。 感がありますけど僕ああのロングツーリング何日か行く中で寒くなってきたからこの辺で宿取るかっていうのはあるんですけどそうじゃないツーリングに行った先で寒いから止まったっていうのはいまだいつもないですね気合で我慢これが一番多いで僕もやっぱりこれが一番多かったなと思いますねであのコメントの中に残り1 0 0キロぐらいだったら気合で帰れる我慢して帰れるっていう人はね結構ちらほら見えるんですよ で、僕もそう思ってたんですけど、いや、できたんだけど、やっぱね、三十代後半になって、四十になってくると、このなんか暑いの、寒いのをね。気合だけで我慢することが、どうしてもできなくなってきちゃったんですよね。これあの楽を覚えたとか、なんか、そういう話ではなくて、もう、なんか、体の性能的に、もう、なんか、気合だけではどうしようもないぐらい辛い。 はい、で結構若い子がさ薄着でバイク乗ってさガタガタフレーナー帰ってきても大丈夫だとかしたりとかさでね小学校の子とかがさ、ま、北海道の子とかってさみんなすごいペランペランの服で雪の中で遊んでたりとかするでしょあれはもうすべて若さなんですよ。ねあのこれが若さかっていうぐらいのねそういうもんなのでまああんまりその気合で入れっていうのはね、えー、推奨しない。 ですっていうのはまああの普通そうだと思うんだけど特に年取ってから無理って思いますね <laughs> はいえー、まあカイロっていう方もいますまあカイロいいですねカイロをたくさん買って貼り付けるあったかくなってから貼り付けるっていうのはこれはだいぶもいいと思います僕もやったんだけどえー、っとやっぱね10個20個貼り付けるとあのかなり変わりますねはいねえあのー まあでもね寒いからバイクで帰れないから一人でラブホーみたいなのは結構究極だよね。ねたまにさ駐車場にバイク一台だげ止まったりとかするよね。あれはあのーね、カップルで来たのかそれともあの帰りが辛くて止まったのかっていうのは判断にいいね、えー、判断ができない,い,いって人のか判断するしてはいけない場所です。ね。はい えーと、寒くて我慢できない状況では、多分準備しない行かないという、そもそもそういうところにはかないという方もいます。はい、ただ、これっていうのはね、もう、あのー、あなんていうんですかね、偶発的なことをお伺いしてますので、その寒くなるっていうことが予想できなかった場合なの話として聞いていただければ幸いです。例えば真夏でも、あのいきなり雨がバってこう突然降って、で、 えー、標高が高いところで日が暮れるとそれなりに寒いですはい。で、そういうところからまあ、服を買い直すのかっていうこととかね色々いろいろ考えると思うんですけどもあと中には積載量は全てを解決するっていう人がいましたまあそれもそうなんですけどバイクの積載量ってやっぱり制限があるし車両によっては詰めないのもあるしそもそもその バイクに荷物をくくりつけること自体を嫌がる人も多いです。スタイリ,スタイリングの問題でね。僕もやっぱりね、R9T にガっ荷物積むのは嫌ですね。かっこ悪くなるからね。だったら小ぐらいの方がいいと思うな。はい。あとワークマン率が結構多いね。近くのワークマンに駆け込む。ただね。ワークマンってさ、営業時間が短いんですよ。で、結構夜遅いと空いてないんだよね。そういう時だとドンキーなのかな。でもドンキーってね、そんなにないんだよね。 電熱装備マシマシ。まあ、電熱っていう方もいます。はい。で僕は電熱そんなあの使ってないので、あの熱量的には間に合うのかなわかんないけど。あのねハーレーの人は、ね、よく使ってますよね。はい。新聞紙買って体く、体山く出たーはい。ねあの昔はね、いいですか、若い方。新聞紙っていうのは昔はタダでもらえたんですよ。 でツーリング中に新聞紙をこう巻いてこう防寒にするという技はねあの山の人とかでもやってましたアルミホイル新聞紙を巻いてアルミホイルを巻けば完璧っていうですねそういう技を聞いたことがある気がします。はい今ねね新聞紙って貴重品になりましたよ、ね、だからあのー、なんかいただいた荷物とかの,あの梱包用紙に新聞紙がこう入ったりとかするとですねすごく珍しいものを見た気分になります。はい 昔はね、新聞紙で紙で情報を買ってたんですけど、今情報って基本的にタダだからね、ありがたみがないよね。まだ新聞取ってる人いますかはい、僕は取ってないです。はい。あの、勧誘がえげつなさすぎて、僕はきあの基本的に新聞、新聞屋さんが嫌いです。はい。ねもう恫喝されたことあるからな。えっ、ー、と。 氷点下5度ぐらいまでは十分だったりするので、凍結の方が怖い。あー、そう、え、その冬ウェアで氷点下5度まで平気っていうつわものもいますねな。どんな、どんなすごいの着てんだろう。通常、バイク用のウェアってねあの、プラス5度ぐらいまでの設定なんですよ。で、それ以下、氷点下の温度っていうのは、特殊なウェアじゃないとですね、冬用であっても設定、想定してないんですね、実を言うと。なんでかっていうと、氷点下になると道路が凍るから、 あのバイクは乗らないいだろうというと前提ですそれでもあの走れるよっていうのはアドベンチャーウェアですね。えー、ユーロとか、えー、とダートフリックとかあとはあのー、なんだっけあれあの宗谷岬に行ってる人が着てたやつとかねあの辺はそうだと思うんですけどもまあ、それでもあのアドベンチャーウェアって言っても割とその あったかくないっていうかそんなに想定温度低くないよねっていうのも存在しますはい言わないけどそれははいあそうコンビニで味噌のカップ麺と、えー、s b のおろしのま生姜を買うと生姜のチューブをまる1本カップ麺にぶち込んでいくスープも全飲みうわぁお腹痛くなりそう 20分待つと体温が上がるこれはねすごいよねすごい技です試してみたいけど僕こういう刺激物系はねどうなでもあったかいのに入れるから大丈夫だからニンニクだとさ確実に腹下すよねいや昔はさラーメンにニンニクこうやってバキッてやるやつ入れても全然平気だったんだけど今あれをバキッて入れたのを食べると翌日確実に下痢すんだよねあれ何なのねえ なんか腸の、ね、菌を殺しちゃうとかいろんな話があるんですけども生のニンニクだけはダメになったもうとにかくダメですはいえっ、ー、と時間に余裕があるなら止まるという人もいますねもうやっぱり多いですねはい1 0 0キロくらいなら、えー、と遅くても2時間ぐらいのでそれぐらいなら何もせずに帰るとあ結構ね1 0 0キロなら2時間ぐらいだろっていう方が23名いたんですよであ って思いましたねあのー、そうだなあの結構ね僕のこの辺りのあの感覚だと100キロを、まあ、高速だったらね2時間かなって思うんですけどその一般道での100キロっていうふうに考えるとですね市街地抜けることも考えると休憩しないでもまあ3時間半から まあ下手したら4、5時間かかる感じですね。まあ、全部高速だったら早いと思うんですけど、でまああのーね、そ,こそこら辺ついて、そこから都心に向かうとか、ここから横浜方面縦に向かうとか、埼玉方面向かうとかになると、日中だとやっぱ8時間ぐらいかかってとかするから、夜で,夜でもその,まああの半分ぐらいと考えても結構かかるかなという気がしますね。はいうんそう あの方向によってはねすごく混むんですよで、えー、日中で混んでる時間帯だとだたい1 0キロ1時間ぐらいですねで日中混んでる時間帯っていうのがどのぐらいまでかっていうとですねまあたいその、まあ、明るい昼間前後からえー、とたい夜のまあ8時半ぐらいかなまでが都心でいうところの1 0キロ1時間ペースの時間帯かなだってこの間のねえ えー、カンパチ走りましたけど、やっぱりそんなもんでしたね,ね。で、その、そのタイミングですっげー寒いとかだと、周りにお店がたくさんあるから、まあ服を買うかね、あのどっか入ってあったかいもの食べるとか、ラーメン食うとか、いろいろやっちゃうかもしれないですけどね。はい。なので、僕もね、やっぱその、がっちり我慢して走ればなんとかなるって、しかもそれがね、2時間程度で作ってるんだったら、まあ我慢するかもしれないな。うーん、それは難しいな。えっ、ー、と。 とと根性でバイク乗っってる人意外と多いのね、うん、僕もそう思った、はい、ホームセンターでねッパなり防寒具なり買う、まあ、ホームセンター便利だよね,ねほんとうんまあ100キロだったらとそう100キなんで100キロって書いたかっていうと100キロっていうとさ割と人によってはもう着いたも同然って思うぐらいあのもう結構あとちょっとっていう距離なんですよ。 だからその距離を無理していったことによって結構なダメージを被ったり寒くて死にかけたりとかってあるじゃないですか僕もあと100キロと思ってハイエース運転してその100キロの中で何回も寝そうになってで事故りかけてで「あもうダメだ」って言ってその100キロを休憩しながら帰って5時間ぐらいかかりましたよねだからその100キロを高速で走る中のその走ってない部分は全部もうもう サービスエリでで寝る感じですねそれが100キロなんですよ元気な時だったらあともう少しで着くっていう感じで快適にあもう着いちゃったねぐらいなんですけど辛い時とか疲れてる時とか天候不順の時の1 0 0キロっていうのはものすごく長いんですね。 でだからってその100キロで止まったっていうともうちょっとで帰れるところのに止まったってもったいなさ感もあるし服買ったって言ってもやっぱりもったいなさ感ができる出るっていうこのね微妙な距離が100キロなんですよでバイクでツーリング行って帰ってくるぐらいの距離って大体そのぐらいの距離が多いんじゃないのかなと思って設定しましたはい、ね、まあ帰り寒いっていうのはね例えば温泉入っちゃったとかね で、長いシャッターとかね、そういう時は帰りで寒かったて天候が悪くなる。天候悪くなるのはやっぱ多いですね。あの、海抜高度が高いところで天候悪くなるとか、日中は10度ちょっとあったんだけど、夜になったらマイナスになったと。この間の道志村もそうですけどもね。バイクだとそういうのがものすごくダイレクトに来ますよね。だから僕は何ど,どんな派かっていうと、ものすごく防寒着をいろいろ準備して持ってく人なんですよで。やっぱ友達とね、若い頃ツーリング行った時に、みんなガタ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 震えながら、あの バイク乗ってたんです、ね、あのチーブツーリングの時にでみんなその街のファッションなんですよダッフルコートみたいなで僕だけあの上は N3B で下はそのフライトジャケットのパンツのやつででブーツでグローブはあのス,スキー用スノーボード用で で、えー、ヘルメットは当然フルフェイスで、えー、マフラーも巻いてて、ネックウォーマーもしてて、みたいな感じで、さらにカイロ入れてたんですけども、まあ、あの言われたんですけど、いや、寒いっすね。なんか二宮さんだけ、へでもねえって感じですねって言われて、実際へでもなかったんですね。はい。なんか <laughs>、そういうの、自分だけ快適だったから、あのなんか悪いなという気がして、なんか脱いだ方がいいのかなと思って、思った時もあります。はい。で、その時はね、持ってたカッパを貸したな。 うん、ホットコーヒーあ,あ,そうあったかい飲み物を買って飲むのもいいんですけどねトイレ行きたくなんだよすごいねもうなので皆さんやっぱりね僕のそのやっぱソリューションとしてはや,やっぱねその気温の差が激しい季節まあ季節じゃなくても場所もそうなんですけど山の方行く時とかはやっぱそのオーバースオーバースペックいやなんつうの あの過剰装備かな過剰な服装過剰な準備かなって思うかもしんないんですけどもやっぱりねその防寒具っていうのは用意しといた方がいいと思いますもう夏のツーリングでも帰りは寒いですよ結構なので僕カッパを着ちゃうとかあのー、やっぱその防寒で中もその保温できるのにトレーナーゃ枚持っていくとかっていうのをやってますねはい。 ねであとはもう、あのそれだけあれば、あのサービスエリアとか、あのコンビニとかでちょっと運動して、体温を上げていけば、あとは帰れるっていう感じかな。はいなので、これがちょっと暖かくなってくるんですけど、もう暖かくなってきてますよね、知ってますあの北海道はね、なんかまだマイナス15度とかかもしれないんですけど、東京は昨日初出でした。はい 多分ね、来月、あともうちょっとで来月であのツーリングイベントありますけれども、あの、博多とかね、福岡の方だともう桜咲くので、暖かくなるんですか暖かくなるとね、日中暖かいからいいんだけど、帰り暗くなると一気に寒くなりますんでね、えー、ぜひ防寒等気をつけて、えー、バイクに乗っていただければ幸いでございます。はい。で、えっ、ー、とね、あと、すみません、前からちょっとここにぶら下がってるんですけど、こっちじゃないか。 あ、こっちの奥の方ですね。えー、まあちょっとこれ、あの、宣伝になります。えっ、ー、とね。ヒットウェア、あの、ライディングウェアですけど、これ、あの、エアバッグのヒットエアさんが、ライディングウェアタイプのエアバッグ、あの、エアバッグスーツっていうね、ウェアを出したんですね。で、これ、あの、春ぐらいから、ちょうど今の季節にね、 これから来てるのシーズンにかなりぴったりな感じです。はい、なのであの、まだこれ、箱出し新品なので、レビューしてないんですけどいや、バイク乗ってからレビューしようかなと思ってたんだけどね、あのなかなかねあの、シーズンが来なかったんですけど、はい、まあそろそろやろうかなと思ってます。はい えー、こういったものを選ぶのもいいかなと思います。まあ、毎年ウェア買い直してたらたまったもんじゃないと思うんですけども、あのエアバッグ、このベストの、ね、やつを上から切るとかっこいいウェアが見えない。じゃったら、ね、かっこいいウェアがエアバッグになってればいいんじゃないかということでね、えー、こういったものもありますという話でした。 えー、ではではあ皆さんのおと雑談させていただきたかったので動画撮りました。はい、失礼します。また、あのー、いっぱい質問を他にもやってますので、えー、X の方をフォローしていただければあ非常に嬉しいです。他にもね、結構面白いんですよ。えー、っとね、えー、道の端でバイクが故障しているように見えると、そしたらどうしますかとか、 あと,あとあの、みんなでツーリング行っているときに猛烈なスイマーが襲ってきたらどうしてますかとか、えー、何日かロングツーリング行くときの雨でカッパが染みてきましたと、どうしますかとかね、えー、そういうちょっとバイク乗りあるあるみたいなのをですね、えー、皆さんとこう語って質問を上げているんですけど、意外と回答率が多くて楽しいです、はいい皆さんいつもありがとうございます。 えー、というわけで、えー、ホワイトベース館内放送させていただきました。失礼します。